いやもうヒーコラヒーコラだよ、ほんと。もうとりあえず手に入ったアイテムとか見て明かり読んじゃうね。明かり読んでどこに階段があるかを明らかにして、あんなところにあるの、しかもここ行き止まりだ。いやーダメダメダメ、これね、泥棒すると追ってくるなんての、おいあれです。これ投げて犬をこれにするんだろ。で俺ピーターになろう。俺ピーターになって、ピーターね、なんていうか攻撃されるとビューローンってなるんですけども、ちょっと犬状態だとさ、死ぬ可能性あったから。マーベラス、すばらしい。やー危ない危ない、こいつの大将なんとか、違う、モデレて、あ死なないで回復、背中、よし、残って、来んなよ、犬早すぎっからな。あと、なんか、警備員みたいなの来ないでよ。ブラスやっつけて、間に合うか。やったー、勝ち取ったまずは落ち着いて、戦利品の確認だね。一つ目殺しに刀を手に入れたと。おー、いいね、ブラス2じゃん。メッキの巻物で剣と盾をこうやって錆びないようにするといいね、いいね。そして天の恵みの巻物、これを使って4でプラス3にしよう。刀武器のレベルが1個上がるぜ。いいね、これでだいぶ楽に進めるんじゃないのかなと。こうやってね、油断すると、安心ってのは油断につながるからな油断するとすぐこういうことになるんでね。そしてデコボコの杖、これはね、何かを入れて確かめてみようか。入れるで、これでね、識別されてたら識別のないし、これは、保存だね。保存の壺。中身が変わってたら変幻の壺とかで、ちょっと名前をつけておくと、名前をつけていくことにより、こうやってね、わかりやすくすると、そこの壺、ザッと。なんかいたぞ、今。子供戦車だろ。こいつはね、おびき寄せてもいいんだけど、こいつは通路にいると当たんないです。通路っていうかね、こういう広場でやっちゃうとね、結構、どうかまいたち。でも使わなそうだな。このさっきっていうか、昨日手に入れたこの妖刀かまいたちっていうのは、前方向とその斜め前、右左、3方向に同時に攻撃できるアイテムなんですけれども、あ、いるな、なんか。まあ、ちょっと攻撃力が弱いんで、合成とか、したらいいんだけど、合成するほど、なんていうの、余裕はないっていうか、ツボイベントとか、そういうサブイベント、仲間イベントとか、めんどくさいんで、ちょっと時間足りないんで、多分やんないです。もう試練一人で、この身一つでやっていこう。また、そして戦車がいる。もうちょっとここでやろう。シャッシャッと。死神起きてこないよな。起きてきそうな。起きてきてる。死神じゃねえ、死の使いね。こうやってね、悪い予感だけは当たるんですよ。そうやって子供戦車は、ここで素振りをせよう。おい。何すんの、この素振りをする簡単なお仕事のコーナー。そんなやめてください。ちょっと時間が足りないんでね。そうやってちょっと回ってみようか。ちょっと余裕ね。アイテムとかにも余裕出てきたし。でね、レベル、時間は足りないとは言ったけど、ちょっとね、レベル、レベルよりアイテムゲーなんですけども、ちょっとね、おお、敵、飛脚、こうやってね、俺の時間を奪う敵、こいつも敵。で、こいつは、アイテムを預けると、町に運んでくれるんですけども、倉庫とかも別に使わないかな。そして、お金があるんでね。で、せっかく、あれがあるんで、入れましょうか。なんで俺、倉庫って書いてんだ。保存の壺ね。保存の壺があると、こうやってね、ギタンを入れられて、このいわゆるギタン砲っていうのが手に入るんですよ。ギタン砲はね、あれです、武器です。銭投げです。その威力は、お金の金額に比例します。金があれば何でもできる。そんな感じでやっていきましょう。そしてこれはピターンはね、おにぎりを落としてくれますね。こうやってね、お腹が空いてる時とかにはすごい重宝するんですけども、結構今のところね、おにぎりいっぱいあるから大丈夫だな。おにぎりまみれになっております。いつでも大丈夫だぜ。そしてね、街でも一回寝てっていうか、なんだっけ、ご飯屋っていうか宿屋行ったから、まだ結構ね、満腹でも大丈夫だし、まあね、安心はできないな。次第に足りてるように思えていない、意外と後で足りなくなるもんよ、いろんなアイテムとかも。そして子供まみれだな、子供戦車まみれだな。こうやってちょっと振っていこう。ここで振って、早く、あれあー、レベル上がっちゃってる。同士打ちしてやってる、まずい。ちょっとタンク怖いな。一旦下がろうとしたら下がれない。あー、囲まれた。でも大丈夫か、こいつ。通路にいる俺には、よし、打ってこない。あっは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 、いいね。やっつけた。おー、経験もう見なかったことにしよう。そうもいかんけどな。モンスターハウスだったのか。だからあんなにいっぱい見えてたんか。あー、また、やばい、そうだ。銀の矢、貫通する銀の矢。だから、俺も、まずい。こう。あー、回復。波紋の呼吸法で回復。まずかった。いろいろ謝ったけど、
うん、通路から行けば、よしよし、タンクも逃げずに、こうやってボコボコフルボッコできる、フルボッキしてきて、こうやってやっつけて、お戦車もやっつけ、おピータンもいっぱいいるね、これでおにぎりがおにぎり満開、花びら満開、闇袋こいつがねいると部屋暗いままで、おいっぱい得てまんね、薬草拾いに、あ拾っちゃった、ギターン砲にしたかった、こっちはギターン砲にしよう。こうやってね、モンスターハウスはね、アイテムいっぱい、夢いっぱい。それにしてもハウス攻略できてよかったわ。場所が良かった。いきなりね、降りた先で真ん中に飛び込んだとかだとやばいからね。でね、モンスターハウスは、名前の通りモンスターいっぱいいたり、あとはあれよ、アイテムもいっぱいあるんだけど、罠とかもいっぱいあるんで、結構ね、気をつけないと、にゃんになりますんで、まあ、こういうね、危ない時こそ、ピンチこそチャンスみたいな、なんていうの、カイジも言ってたじゃないか、危ない時こそ晴れみたいな。なんだろう、負けたからクズなんじゃなくて、可能性を信じなかったからクズなんだみたいなことも言ってたし、やっぱね、モンスターハウスクリアできればいっぱいいいもん手に入るっていう、そういう可能性が満ち満ち溢れているんでね、そこを信じてよかったよ。結果的に、あー危ない、あいや、これちょっと同士打ちしてレベル上げさせようかと思ったけど、いや、これ子供戦車を全部やる、どうせ狭いから結構入ってくれる、ここに来てくれる可能性もあるだろう、よしよし、高いだろ。今回あれだ、モンスターハウスしかやってない、モンスターハウスっていうか後処理、お片付けシーンだったわ。この階層にはもう用ないね、よし先へ進もうか。まあ、モンスターハウスになってもね、メリットがちょろっとあって、こういう風にね、敵の場所がわかるっていう、地獄耳の巻物だけかな、それを読んだ時と同じ状況になるんで、以降がそういうモンスターの位置がわかりやすくなるっていうのがメリットがあるんでね。ピザータか、ピザータはちょっとめんどくさいんでいいや。そしてここを走るのみ、うおーみたいな。そして今右側に、試練の右側にコッパがいましたね。ああいう町とか敵がいないところではコッパが安心して出てきてくれてると。じゃあ普段はコッパはどこにいるのか。実はね、試練の右目の中にいるんですよ。この三度傘からその左目しか今見えてないじゃないですか。で、右目は実はないんですよ。パプアに出てきたサービスみたいな感じで、サービスだっけかな。右目、片方の目がなくて、その中に入ってます。うわ、怖い。なんてグロい試練。あ、なんかいた。なんだ、今。来ない。来なかった。明日来るかな。なんか赤いの見えてたよね、赤いの。赤いのってなんだ、敵。あれ、いつか、これいつか、パーコレープキーンか。こいつはね、まずいんですよ。通路じゃなくてよかった。通路で会わなくてよかった。あいつはね、壁の中とかね、無視してやってくる。危ないやつ。だから、広場で会いたい。そして、こいつ、ぬずっとど。こいつは俺のアイテムを盗む。そして、こいつは、ガマグチ、俺の金を盗む。そして、岩を投げてきた。こいつは、ピザータ、デブータ。こいつは、みんなのカロリーを盗む。いや、カロリーを盗んでくれたら、それは嬉しいよな。カロリーっていうか、脂肪を。ね、俺たちのなんていうの、その腹周りの脂肪をあいつが代わりに肩代わりしてくれてる。だから俺たちは健康的な姿でいられるんだみたいな。ありがとうデブータ、ピザータ、どっちだっけ。あいつに感謝しよう。そしておにぎりがひどすぎる。おにぎりの量がひどすぎるでしょう。ちょっとね、こうまたピターン倒しちゃってね、おにぎりが出てきたし、お店どうしました、ありがとうございました。いや、私何もしてませんけど、とりあえずこれ盾売っちゃうだろ。どうしよっかな。まあ、やるしかないのかな。もうやるとなったら、とことんやるしかないでしょ。もうこんなもんまず読んじゃうでしょ。で、いらないアイテムとかもどんどん整理していかないとな。結構焦るな。普段だったら、ウンドバナった。これね、敵、なりすましです。こういう最近流行りのなりすまし詐欺。普通の動画だったら、普通の試練のプレイだったらね、ゆっくり考えられるんだけど、壺はいらねえだろ。あと何いらない？もう肉いらない。もう捨てちゃうだろ。あれなんですって。いや、欲しいけど、あ、そしておにぎりさっき食ったから別にないけど、これ欲しい。でね、腕輪とか盾とか呪われててもこのお祓いの巻物でどうにかなる。よーし、みんなが死んでもドラゴンボールで生き返るみたいな、そんな理論で敵とも、こっち見切りの盾、こっちにかけよう、見切りの盾、これはね、避けられやすくなるみたいな。呪われてた、まあいいや、これでね、頑張ってかけよう。これね、非常に危ないです。途中ツール橋が壊れたらもう一巻の終わりだからな。部屋があるかける、俺はこの部屋にかける。こい、階段来たくる、かいちゃんねんね、金しかねえ。なんだこれ、おんぼぼ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 ぼ
そう、これは再生の物語。ジョニー・ジョースターが失った、動かなくなった足を取り戻すかのごとく、こうやって動かなくなったなんての、意気消沈した試練のあの生き様を取り戻す。そう、これは試練が生を受けるための旅。そしてえい、ゲザートケチ、いやー、入れないっていうか、お金がない。もういっぱい、なんかすごい敵いっぱい来てるけど、大丈夫、こんなね、まだ1回そうだから、お、聞け、モンスター。そして、あ、人をバカにしたら、こうやって罠に、さらに罠。やっぱこうやって人のことバカにしちゃいけねえな。まあ、もう代わりにモンスターのことバカにしようと思ったら、こうやってね、いきなりピンチと再生どころか、もう、再び死へのロードをたどるとこだったら、危ない。まあ、一回だったらね、そんなになんていうの、モンスター自体が強くないからね。まだまだいける。そして、刀、いいね、来たね。お、プラス1。再び取り戻した。俺を取り戻していく。